皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よきチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今月もですね、いわき市アンモナイトセンターで取ってきた化石の総括、9月の総括をやっていきたいと思うんですけれども、先月のですね、総括動画から、一本もちと動画は出せてない状態になってしまったんですけれども、ちょっとですね、いろいろ立て込みまして、あんま言いたくない言い訳なんですけど、ちょっと忙しかったんで、ちょっと動画が出せてなかったんですけれども、今月も、総括の方をやっていきたいと思います。今月ですね、先月の動画のちょっと最後の方に、9月の頭の、成果もちょっと入れてはあったんですけれども、9月の1日に行った時に、アンモナイトが見つかって、幸先いい感じだなと思ってたんですけれども、その後もですね、9月何回か体験が口行った中で、結構、アンモナイトが見つかりました。ほぼですね、異常巻きという、通常のアンモナイト、こう丸く巻いてるアンモナイトが、それが正常だというなら、異常巻きというのは、きれいに渦を巻いてない巻き方をするアンモナイトなんですけれども、この異常巻きのアンモナイトっていうのは、中生代白亜紀の特に末期のですね、その頃にあって、多く発見されているアンモナイトで、異常巻きには、いろんなタイプがあるんですけれども、最初はこう綺麗に巻いてたものがだんだんこう緩く巻いていって、最後はこう巻きがほどけて、ちょっとそのアンモナイト何タイプがこう飛び出しているところがちょっとね、こう伸びちゃってるような感じになってるものから、もう最初からね、本当にこう緩く巻いちゃってるもの、さらには本当に巻きがいいかと思うような巻き方をしてるものもあれば、もう巻くのを諦めたかのようにこう複雑にこうぐにゃぐにゃぐにゃって曲がっちゃってるものも異常巻きアンモナイトとしてあるんですけれども、ある時期まではその種の末期、進化の過程の末期にあって、正常な進化ができなくなって異常が起こって、その突然変異といいますか、形態の異常という形で、その綺麗に巻かなくなっちゃったんではないかというふうに考えられてたことがあったようなんですけれども、最近の研究ではコンピュータシミュレーションなんかで、調べますと、その巻き方に、異常巻きのアンモナイトにも巻き方には規則性がちゃんとあって、これは本当にそういう、なんていうか、突然変異とか、そういう遺伝子の異常みたいなものではなくて、生きてる環境に適応した形がこうなったっていう感じで、その巻きがほどけたようなアンモナイトが白亜紀の末期になって、多く出てくるようになったということみたいですね。9月中に見つかった異常巻きアンモナイトの中で一番、最初に見つかったのがこちらですね。こちらなんですが、この真ん中にあるここにあるやつをちょっと外すとですね、見えますかね。これは印象化石になってるんですけど、こちらの化石本体だけだと、ここにちょっとこう緩く巻いてる感じのものが見えてるだけなんですけど、こっちのですね、剥がれた側の方を見れば、よりその最後は緩巻きになってる感じが分かるんですけど、この上側にときつくくるくるくるって巻いてるところがあって、そこから下に向かってちょっとこう緩く巻いてる感じになってるのが分かるかなと思うんですけれども、こちらがですね、エゾイテスという異常巻きアンモナイトになりますね。でその同じ日にですね、見つかった方で、こちら、こちらスカファイテスですね。アンモナイトセンターでは結構よく見つかるタイプの異常巻きアンモナイトで、形としてはこれ結構いい感じの形で出てきてますね。
けど、スカファイテスとエゾイテス、まあ、アンモナイト全体では見つかりやすいものなんですけど、まあ、形の特徴としては、まあ、どちらもですね、最初はこうちゃんと同心円状にくるくるくるって巻いてるんですけど、成長過程の、まあ、細胞になって、この軟体部がこう出てるあたりがこう緩く巻いてくるという特徴はどちらも同じなんですけれども、エゾイテスの方は、まあ、基本的にはその同じ太さで最後までくるっといっているというのに対して、スカファイテスはこの最後の方が若干太くなって、でこうくるっと巻いたところの最後にちょっとこう出っ張りがあるのが特徴ですね、はい、先ほどのこちらで見ると分かるかなと思うんですけれども、この最後のところがちょっとね出っ張ってるような感じになってるんですよね、はい、で9月はですね、そのスカファイテスが結構たくさん見つかったんですけれども、まあ、9月はですね、ほぼほぼこのアンモナイトセンターの体験発掘場の、非常に一番上の高いところの石をこう落としたそうなんですけれども、それをどこどこでも掘っていったらば、こう結構スカファイテスがいっぱい見つかったんですけれども、まあ先ほどのですね、この形のいいものもあれば、こちらのように、一部がちょっと欠けちゃってるものもあって、さらにはこれもスカファイテスなんですが、ちょっと潰れちゃって、もう変形しちゃってますね、はい。まあ、基本的にはアンモナイトセンターで見つかる化石はほぼほぼ地層の中にこう直接埋まってる状態なので、まあこう8900万年前の地層ですけれども、まあその8900万年の間にそこの海底がこう隆起をして、地殻変動によって、まあ、地層がこう傾いたり、あとはこの断層面に沿ってこう地層がずれたりこうしている間にこう高い圧力がかかってしまって、こうやって、化石が、まあ、欠けちゃったりこう潰れちゃったりということで、まあアンモナイトセンターではその完全な本当に綺麗な形の化石っていうのがちょっとなかなか出ないようなんですね、はい。でまあ、結構スカファイテスいっぱい見つかってたんですけど、9月22日に行った時にですね、やっとその呪縛から解かれたというか、それ以外のものが見つかったっていうのがこちらになりますね、はい。こちらがですね、ゴードリセラスという、まあ、異常巻きではないアンモナイトの種類なんですけれども、こちらの一部ですね、これはね、でも巻いてる中のほんの一部くらいのところしか出てないんですけれども、一応そのですね、綺麗な波形の6というこう凹凸がねしっかり見えてますよね、これね、はい。でまあ、9月はこうやって、まあ、アンモナイトを、まあ、主に探してたんで、まあ、サメの歯っていうのがほとんど見つからなかったんですけど、まあ、先日の日曜に行った時に、まあ、この1本だけサメの歯、クレトラムナーですけども、これが見つかりました、はい。まあ、8月の最終の体験発掘で見つけたような、こちらのヤーディア、でっかい2枚貝なんですけども、まあ、これほどまでにはいかなかったんですけども、先日の9月最後の体験発掘で見つけたものの中にこちらですね、はい、こちら船貝の仲間の化石のようなんですけれども、ちょっとね表面が剥がれちゃって、この拡張と呼ばれるですね、貝のこうてっぺんのところもねこう剥がれちゃったりしてるんですけど、ちょっとね形が残らなかったのが残念なんですけど、これはですね、このいわゆるこの貝の表面をこう下にして埋まってたんですね。で下にして埋まってて、でその貝のすぐ近くにこうタガネを打ち込んじゃったために、まあちょっと剥がす時に、ボロッとこう砕けちゃったところとか、まあ、貝の表面がほぼほぼ剥がれちゃって、残ってない
状態なんですけれども、まあ結構綺麗な大型の2枚貝を見つけることができましたね、はい、というわけですね、まあ、9月の大滝発掘で見つかった化石なんですけども、今月は結構アンモナイトがたくさん見つかりました。はい、でですね、10月から消費税が 8% から 10% に上がるわけですけれども、まあ、それに伴ってですね、アンモナイトセンターの利用料金っていうのが若干変わります。はい、でこちらになるんですけれども、まあ、この動画を撮ってる時点ではまだちょっとホームページの方の値段は変更されてないんですけれども、まあ、こちらのように料金が変わります。ちょっと、まあ、確認は取れてないんですけど、まあ、多分パンフレットとかも後々こう値段は変わっていくかと思うんですけども、まあ、20円くらいですかね、ちょっと利用料金が上がる感じになります。はい、というわけですね、9月の大変発掘の総括だったわけですけれども、まあ、10月もですね、さらにいいものを目指して、大変発掘に参加していきたいと思います。はい、でまあ、先月の動画でも お知らせしたんですけれども、まあ、最新の大変発掘の成果の発表はTwitter とか Instagram の方で、やっていきたいと思いますので、こちらの方で、まあ、検索フォローの方をよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。